鼻炎。目じゃも笑み、そいでハポン。はじめまして、私は笑みと言います。日本に住んでいます。もうすぐパナマ人の男の人と結婚するためにパナマに行きます。そこで皆様にパナマやラテンアメリカの国々についてお話をしたいと思います。今日はパナマやラテンアメリカの国々に旅行に行くときに持っていくものや準備することについて説明したいと思います。まず一つ目に日焼け止めクリームです。パナマやラテンアメリカの国々はとても暑いです。日本製の良質な日焼け止めクリームが必要です。日焼け止めクリーム や化粧品や薬品などは日本から用意していくようにしましょう。二つ目は予防接種を受けることです。ラテンアメリカには日本にはない病気がたくさんあります。例えば、黄熱病などです。その国にある病気を調べて、旅行に行く前には必ず予防接種を受けるようにしましょう。三つ目は、虫除けです。虫除けスプレーやクリームなどを日本から持って行った方がいいと思います。ただ、スプレーは、手に持っていくバックパックには持っていけれないので、スーツケースに必ず入れるようにしましょう。4番目は、脱ぎ着しやすい服や靴です。ラテンアメリカに行くためには、アメリカを経由して行く必要があります。アメリカの空港では、服や靴を脱ぐ必要がある場合があります。そのために、服や靴はすぐに脱いだり履いたりできるようなものにしましょう。アクセサリーなどは、その空港では身につけず、カバンの中へ入れときましょう。5番目は、首からかけるポーチのようなものを用意しましょう。その中にパスポートや小銭などを入れましょう。6番目は、簡単な英語の質問をまとめときましょう。例えば、飛行機が間に合わないことや、時間が遅れることがよくあります。そうなった場合にどうするのかをスタッフに聞くような英語の質問を紙に書いときましょう。7番目は、電子辞書です。電子辞書は、安全な場所、例えば家の中やホテルの時に使いましょう。そうでない時は紙の辞書を用意しましょう。紙の辞書はどこでも持って行っても OK です。盗難が多いので必ず2つの辞書を用意しましょう。8番目は気をつけることですけども、タクシーについてです。ラテンアメリカのタクシーは日本のタクシーとはとても違います。何でもかんでもすぐにタクシーに乗らないようにしましょう。信頼できるのは年配のドライバーです。若いドライバーは騙される可能性があるので注意しましょう。9番目はあまり現金を持っていかないことです。ラテンアメリカの国々は、ビザやマスターなどのクレジットカードでお金を出金できます。ですから、現金はあまり持っていかず、だいたい2万円ぐらいを目処にしましょう。盗難が多いので、大量の現金を持ち歩くことはとても危険です。10番目は、1日分の着替えを手持ちの荷物に持っておきましょう。そうすることによって、例えば
荷物がなくなってしまった場合などを対応することができます。11番目はスーツケースに目印をつけましょう。すぐに自分のスーツケースだと分かりやすいように、何でもステッカーでも何でもいいので目印をつけときます。12番目はスーツケースに、空港の会社から付けられるタグを、アメリカでは日本から来たというタグを外しましょう。日本から来たということで、いろんな目で見られる可能性があります。タグを外すことで、そのような偏見を免れることができます。また、それができるかどうかっていうのは、空港のスタッフに聞いてみましょう。空港のスタッフが OK と言ったなら、タグを外してみましょう。そうすることで、自分の身を守ることもできます。今日紹介したものの他にも、たくさん気をつけることや、準備しなきゃいけないことがありますけども、今日はとりあえずここまでで終わりにしたいと思います。またたくさんビデオを配信していくので、チェックしてみてください。アスタルエゴー、テケオムーチョー、ティアモー、バイバーイ。